なんかね、私がつけてたピアス、葬られた。エレベーターのなんか隙間の闇の中にスーって落ちてった。<laughs> <laughs> なんか聞っ掛かってピンポンポンポン,ポン,ポン <laughs> ピンポンポン。ピンポロンポンってな。<laughs> <laughs> って感じでした。なので新しいピアスを買いました。これ、両耳で3000円しなかったんです、送料込みで。<laughs> 安っ。でもなんかよく言われるんですよ。どちらのブランドなんですかとか言われて、買ったと思うよね。3000円のこのピアスを見て、どこのなんですかこのピアスって言われたら勝ち。勝ち組。<laughs> っていうか、洋服とかアイテムとかって、私の勝手なあれだけど、ここにブランドですけどね ブランド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 ブなやつあるじゃん。私の中でだよ。私の中でクソ出せえなと思ってるんですよ。ダッサみたいな。くサあくすあくサうんクサクサな持ってて、なんか切られてる人いるじゃん。ブランドに。ブランドが喧嘩してる人とかいるじゃん。一種格闘技戦みたいなってる人いるじゃん。もうどうどうどうして？一個に統一性、せめてまとめた色とかにしてみたいな人いるけど、なんも私はいいと思わないんだよね。ダセクスゴミと思ってる。まあ洋服とかアクセサリーとかってその人が千円のやつを付けさせても、えこれ。 高いんでしょうって言われることこそが価値じゃないと思うんですけど。まあブランドももちろん価値があるんだけど、それをつけてるっていうねこともあるんだけど、私はそれよりもそういう方がいいと思うんですよ。1000円のものとかつけててえー、これ高いでしょうって言われる人間になった方が早いよ。マジでコスパいいから高いの。わざわざ買う必要ねえから。熱 <laughs> 上げり。<laughs> <laughs> いやね。アイブランドもね。私にみたいな人間がつけるために生まれてきてね。えから、うん、迷惑だよね。<laughs> だから私はね2三千でいいですよああ十分だうん <laughs> あとは自分を高級そうに見せるその感じまあ12000円,円の付けってもうなんかお高いでしょとか言われるこの感じうーんうーんうんうんんかうーん <laughs> <laughs> 誰か誰か殺して <laughs> 私を誰か殺してそ <laughs> <laughs> ろりどろりそろりどろり